9時55分麦草の駐車場です。ヒュッテです。林道があります。分岐白駒池に向かいます。茶臼岳が見えています。右にあるのが島狩山です。標高2000メートル、空気がひんやりしています。雰囲気いいですね。黒葉の森です。風林苔が主に生えているそうです。木道を歩きます。山は霧がかっていますね。堂々と飛んで、上り坂でも下り坂でも絶対道にならない。奥庭を通過しています。シャクナゲの木もあります。有料駐車場はあそこだったんですね。見えます。ここからさらに登っていきます。白駒池まで600メートルです。苔むしていますね。雨がよく降るんでしょう。ここは分岐です。白駒池のキャンプ場に下りましょう。さあ、小屋に着きました。テント場に行きます。ニューもこっちの方向なんですね。木道で綺麗なテント場です。白駒池です。晴れて日が差して美しいですよ。綺麗ですね。標高2115メートル。カモがいます。高見石です。丸山は標高2330メートルです。その左の方に中山があります。2496メートルです。この方向は黒百合ヒュッテがあります。そしてこっちの方がニューの方になるんでしょうかね。池が続いています。高見石は岩が見えます。人が立ってますね。3人。11時18分テント場からニューに向かいます。木道の道いいですね。もののけの森です。むつげちょうちんごけと書いてありましたが、苔むしていますね。結構なんかちょっとお化けみたいな感じに見えますね。池の周りを回るように歩いています。ニュートの分岐です。空気がひんやりしています。池から離れていきますよ。さあ、自然豊かな道です。湿原帯に入ります。木道が用意されています。白駒湿原です。シャクナゲもありますね。
べちゃ道が続きますが、丸太が横たわっています。石が多くなりました。白びそがあります。結構足を取られます。ここはニューの森です。分岐です。ここでどちらもニューに行けますが、緩やかな方から行きましょう。11時57分ちょっと昼休憩します。本当に大きな木が多いですね。まっすぐ伸びています。霧がかっています。道が湿っています。水苔がありますね。12時27分分岐です。ニューに向かいます。ニューに向かっています。緩やかなところ岩があります。さあ上の方に上がってきましたよ。ああ苔むしていますね。岩があります。はい、ここになんか矢印がありますね。ニューはまだ向こうです。あ、ここが先ほどの分岐の通じる道ですね。岩があります。日が差しています。木の根っこがたくさん出ています。あそこは山頂でしょうかね。あともう少しですよ。さあ分岐です。ここからニューのピークに往復するんですね。もう見えてるからあそこかな。ニューですね。今は雲がどいているようです。岩肌の山ですよ。12時56分ニューのピークです。池が見えています。立石が見えてるんですかね。島狩山の方です。あそこの岩が高いところです。チャウスや島狩山の奥にあるのは北横滝です。また雲がかかってきています。天狗から中山がよく見えています。雲が流れていいですね。そうそうそう、左はね切り立ってんだよね。雲が流れて立石が見えました。丸山が見えています。赤い屋根が高見石小屋です。13時26分中山に向かって進みます。